ロンドンブロンコズはロンドンを拠点とするプロラグビーリーグクラブである。イングランド南部唯一のプロラグビーリーグクラブでもある。ホームスタジアムはイーリング地区にあるトレールファインダーズスポーツグラウンドであり、ラグビーユニオンクラブのイーリングトレールファインダーズと共用している。現在は RFL チャンピオンシップでプレーしているが、1996年の スーパーリーグ開始時の創設クラブであり、2014年シーズンの終わりまで在籍した。2018年にプレイオフでトロントウェルフパックに勝利して、スーパーリーグへの昇格を果たしたが、2019年シーズンは12位に終わりチャンピオンシップへ、再び降格した。1981年にフラム RFC として設立され、 ラグビーフットボールリーグチャンピオンシップセカンドディビジョンに参入した。1991年から1994年はロンドンクルセーダーズとして知られていた。1994年にロンドンブロンコズに改名したが2006年から2011年まではラグビーユニオンクラブのハリクイーンズ FC と協力関係を結びハリクイーンズラグビーリーグとして知られていた。ブロンコは英語で 北米の繁野聖ラウマの意味。1980年、フラムフットボールクラブのチェアマンであった、アーニー・クレイは、クラブの新たな収入源を作り出すため、クレイブンコテージにラグビーリーグチームを設立した。ウォリントンのディレクターであった、ハロルド・ジェンダーズが、首都でラグビーリーグクラブを開始する利益について、クレイを説得するのを助けてきた。ジェンダーズは、リントンの理事会を辞任し、 クラム RLFC の業務執行取締役となった。伝統的な北部の中心違いへのラグビーリーグの展開を強く望んでいたラグビーフットボールリーグはすぐに新クラブを受け入れた。ありがとうございます。